もうお尻が痛くて痛くて仕方ありません。一番当たりのコースやったで。オレンジの服着てるから主人みたいやな。あんなとこぶち込まれたくないから休養ですね今回は、うん、はい、おはようございます。今日はですねようやくライダーらしい一日ができるなっていうことで、さっき距離計算したら420キロぐらい今日は走ろうかなと思ってます。まあ昨日だいぶ休んだからね今日は走れるんじゃないかなと思います。忘れ物ないかな、こっちはない、うん、OK、じゃあ行きましょう。はい、ということでライダーらしい一日になってて、それこそ名所っていう名所をほぼ多分今日結構回れる、うんうん、綺麗な場所をね。なんとかくそう、湖とかあとはそういう峠とか海鮮丼とか、うん、そんな、うん、滝とか、うんうん、ご飯もね、結局海鮮丼行かねえかったしね、昨日の晩。そうやね、うん、まあでも昨日ので初めてソイ食ったね、西田君。うまかった。よかったよかった。鮭もうまかった。うん、問題なんかあの三重のライダーのことや、うんうんうん、もしかしたら会うかもしれない。会えるかな。今日聖地やから、いろいろと。あれ、鍵持った？あ、持ってみた。あ、もう今日閉まったからね。あら、ダメじゃん。うん、鍵忘れてなかったんだよ。階段や。これ写真撮ったんだ。確かに。これ撮る？ちょっと冷たいな。あ、やっぱキンキーね。あ、しぶきが来てるもん。うん、来てるな。うん。めちゃくちゃ水しぶきある。どうですか？箕面の滝とあんま変わらない。ちょっパワースポット感はあるよな。そうやね。まあ、夏でも涼しいもんね。涼しい。行くか、ほんと。はい。あ、綺麗や。そうやね。東から出て西やから、ちょうど夕日や。綺麗に映んねやんな。ではね、うん、玉田商店っていう、海鮮丼を食べに行きたいなと思います。はい、ということは峠越えて1時間ぐらいかな、40キロぐらい。うーん、了解です。山道だと思うわ、結構。じゃあ安全運転。はい、はい。僕だってやっちだー。休業日って書いてある。閉められた。はい、戻る感じ。ちょっと戻ろう。2分で戻れるか。了解。 3.4 キロやったから、まあそうかもしれない。うん、休業浜田商店無理やって。どこ来たんでしたっけ？あのね、臨時休業ですね。僕よくあるんですけどね、知床食堂っていうところに来ました。そう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 。まあ、ここは黒ハモ丼とかウニ丼が名物やけど、サーモン丼でも食うか。お、シーン、残念ながら橋ございますね。なんで？はい、これが黒ハモ丼でございます。これが名物ね。アナゴに近いって。うん、確かに臭いないわ。見た目結構癖あるじゃんけど、全然癖ない。匂いはやっぱカバン焼き的な感じ。うん、味付けはほんまにうなぎとかであんま変わらへん。しかし、笑ってる。
ケツ痛い。ケツ痛い。9月の上旬のツーリングがちょうどいいんじゃん。ねえ、これぐらいがちょうどいい時期ですね。これより遅なると寒なるやろな。寒なるし、これより早いと人が多い。8月はどこ行ってもまあ飯も並んでることはないし。そうやね。でもあれ途中めっちゃ綺麗やったな。海。あ、海な、うん、めちゃくちゃ綺麗やったわ。海も良かったけど峠も良かったよ。ああ、峠またもう一個飛んで。うん。なんせ道すごいな。ほんままっすぐで信号全然ないな。次は海洋台。海洋台。ライダーの聖地。ってことは結構多いやん。多いんじゃ。なんか小説かなんかで聖地なんだよ。あ、そうなの。小説でライダーが、うん、一期一会の出会いでまた来年もこの場所で会おうっていうのがあって、それが海洋台って。でそっから聖地なんだ。でスーパーセンターの YouTube で言ってる。もう全部スーパーセンターの YouTube やな。ほな行きますか。バイクがおらんけど、まあ、バイクの聖地にしてたらもっとおるかなと。けどまあ、8月がやったら多分めっちゃくちゃおるだろう。すごいやろ、だって景色がいいもんね。まあ、バイクじゃなくて車でも要素があるんで。上が展望台。うん。多分8月のお盆とか来たらめちゃくちゃ人おる。いっぱいいた。今日天気悪なんじゃん。だからおらんのじゃん。色丸く見える海洋台。海洋台。みんなも気をつけて。日本一の YouTuber やってる。日本一って言ってるくせにそこに貼ってる。まあ、また来年とかしか分からない。どっかで取られてんだろうな。ごまん。トイレにも貼っちゃったけど、9月から11月ぐらいもクマ出るんだよね。へぇ、山菜取りで来てる人がこうクマの被害あったとか。そりゃクマもおるかな。しかもどこで出てくるかわからなくてね。え、つかせん。ぜひぜひ。あ、私も。ぜひぜひ。やだやだ。実はね、昨日網走の刑務所の博物館のところでヘルメット一緒の人、お姉さんおるなって言ってて、その時は声かけへんかったけど、たまたままた一緒やって、昨日網走いてましたよねっていうことで、はい、お姉さんも、札幌に住んではるんですけど、北海道何時も住んでるんですか。はい、大好きで、大好きで、北海道大好き。え、今何日目ぐらいですか。月か、今日水曜日ぐらいですかね。あ、こう3日で結構札幌から回ってますね、ほら、うん、そうですね、なんかマニアックな感じのところもあってます。ああ、もうだってね、何週もしてるからね。ちなみに北海道で、これあの北海道旅行行きはる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、おすすめの、はい、まあ、場所とか、はい、なんかおすすめの、はい、まあ、お店とか1個ずつあれば。おすすめの場所、やっぱ野付半島、キリタップ。キリタップ、キリタップ、キリタップっていう場所。はい、ラッコがいるんですよ。はい、野生のラッコが、はい、で今年、去年まで3頭だったんですけど、今年ベビーラッシュで十何匹ぐらいいるらしい。かわいらしい。はい、かわいい。それが今言ってはったこれから行くところ。これから行くのはお台と。あ、違うんだ。はい、で明日キリタップ行きます。じゃあキリタップはおすすめ、旅行でおすすめです。はい、絶対ラッコ以外でも行けますか。あ、行けます、行けます。車でも行けます。うん、ぜひいいですね。はい、お菓子、スイーツ。何でもいい、お菓子でも全然スイーツ。ご飯でもスイーツは帯広の、帯広、帯広のアクツっていうお菓子屋さんのミルクロードっていうお菓子が美味しいです。へぇ、アクツってのは聞いたことあるね。アクツっていうお菓子、ちっちゃいお店なんですけど、はい、いいですね。はい、帯広今回行けないんですけど、はい、次回来た時じゃあ行ってみます。はい、ぜひぜひ。内帯高原もおすすめなんです。内帯高原ね、はい、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。ということで出ていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。Funny how the story goes, little hope but bigger dreams. They try to bring
から来てるんで。まっすぐ君って次行く予定のとこじゃん。そう。カムイのプールスイカに来るという実際で神の子を行け。というより、カムイは周囲220メートル、水深5メートル、小さいので、1日1万2000トンの水が湧き出し、水が澄んでいるので、そこまではっきりと見えます。水温は年間通して8度と低く、倒木が青い水の中で腐らずに化石のように沈んでいます。確か青い、5メートルも水深あるようには見えた。線越えてみて。はい。嫁像に送るやつ。ありがとう。ちょっと寒いな。まあ山のとこ入るとね、まあ、青いですね。うん、なんであそこだけ青いの。まあそれが神と言われるぐらい。なんなんかな、そういうことじゃないでしょ。違う、これはいわゆるここを見るためにみんな来るってことね。そうそうそう、バンザリンとこ、そうそう、バイブル、なんか映画とかのワンシーンだったバイブルみたいな。確かに綺麗よね。桜の滝やな。滝ってその後場所を引くから、うん、桜の時は運が良ければその鮭が登ってるのが見えるかもしれない、うん、その時にその ZV-1 の役割ない。ちょうどズームもできるし、うん、次はこちら桜の滝でございます。やっぱり山の中に入ってるからかして湿度がめっちゃ曇んのよ。曇らん？なんか曇るというか水滴つく。なんか桜の滝のあれかな。なんかな、湿度が高いんかな。そういう関係か。多分ぐらいで湿気がめっちゃ多いのよ。水滴がすごい水滴。もう音がしてるもんな。うん。滝の。ちなみにこのツーリングコースはどこで学んだと思う？これもあれちゃう。何さんやったっけ？スーパーセンターさんです。スーパーセンター。ありがとうございます。一回だけ会ったことあるね、スーパーセンターの代表の人と。おお、スーパーセンターさんって何人かね。SR の専門店で代表の人は一人。はい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 。あれ、今日見といて、ほら。お、ほら。ちょっとズーム、ズーム、ズーム。あ、来た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 。おお、来た来た来た。すごいな、ジャンプ。すごい。もしあれやったら別で音声、あの映像だけなので音声俺のない人に。桜の滝は、海に渡ったヤマメが、桜松となって毎年3000匹が戻ってきます。6月上旬から8月下旬にかけて特に日中の暖かい時間帯に桜松がこの滝を飛び越えようと力強くジャンプする姿が見れます。現在9月やけど、うん、見れたんですよ、うん、こんな感じ。まさにこの通りやったもん。あれかな、やっぱ言ってたよ、居酒屋の人もさ今年暑いって言ってたよ。あ、だからそういうのもあんのかな。ハマスやな、うん、すごいな。あのな、あんな光景ほんまに見たことない。じゃあ次は湖やね。ね、湖どんな感じで見るかわかる？摩周湖やんな。摩周湖な、上からこうバーッと見る。ほんほんほん、上から、うん、なるほど。俺も行ったことないから知らねえけど。それももしかして？そう、スーパーセント。大体スーパーセント。では摩周湖へレッツゴだな。今日は雨予報なのか。そしたらもう行かれへんかもな。雨降んねやったらね、うん、危ない。あ、真っ白や。これ食べれるの？真っ白景色。湖めっちゃ見えんのに晴れてた、ね、真っ白。ここ下は湖見えるけどな。見える？あ、ほんまやな、ちょっと見えるな。何にも。これ第1、第2、第3だか。なんか第3って言うんだよ。もう真っ白やわ。あるけど、まあこんな感じですね。あれ？うん、いけません。やばい、おっね。パーナーの外気浴みたいな。ここは何？これがメイン、ちょっとお土産を売ってあるみたいな。そう、綺麗やね、晴れてたら。なるほどね。スーパーセンターよ。
これじゃあね、何にも見えない。全く何も見えない。ってことは、草ロコ行っても見えへんわ。あー、草ロコも上から見るから。もう、無理だ。だね。雨降るのか。雨降らんにしても見えへんわ。もう、行ったとこで。あー、けど、雨予報やもん。急げ、逃げろ。今から 60% と 70% や。逃げろ。見てみよう。やべえじゃん。3時55分からね。あと12、3分。やば。こっからほんまやったら草ロコも行く。で、ビフォル峠ってとこ行こうと思うんだけど、雨やったら峠行かれへん、うん。ちょっとね、どうしようかな。ほら、雷の音も聞きました。やべえじゃん。うん、まあ、いっか。この時のためにね、雨降ってきました。秘密兵器。これさえあったらもう全部防水ちゃう。おおお、これを君に授けよう。ゴアテックス。ありがとうございます。で、俺はな、一回これ実験してみようと思って、ローンハーマンとゴールドウィンがどこまで防水性あるかって、これ防水ジャケットじゃないけど、一回ちょっとこれでしてみようかなと思います。では行きましょうか。はいじゃあ、はいじゃあ、これはね、なんかことぶき山って書いてる。なんとかことぶき山。さっき嘘みたいな雨降ってたけど、ここ全然降ってない。ちょっと離れただけやな。けどこれ多分ロンハーマンのやつ染みてる。なんかちょっとベタベタする気するもん。それは何？雨も通さないよっていうやつ。一応違うんだ。多分撥水だけみたいな。うん、撥水加工みたいな。なんかロンハーマンで売ってる、ね。うん。だから。ゴールドウィンとローハーマンで言ったら多分ローハーマン寄りやから、あ、おしゃれメインみたいな。機能性はあんまない。タバコ吸う？ちょっとだけ、うん、はい、いいっす。ちなみにね、北海道旅行なんですけど、なんかこれおすすめやで、ラム肉のネギポン酢。あとやっぱそうっすよね。はい、あとトンキビとさつまいもの天ぷら。あ、ジミスカの唐揚げもいいな。それ3つ言っていい？はい、言ってよ。うん、じゃあその3つ。はい、わかりました。豚のこべかめ。これはこべかめ。いや、今から。はい、わかる。全然普通に豚肉って言われても豚肉、臭みも全くないし、コリコリ感も特にない、普通の肉。はい、それではジンギスカンの唐揚げ、こっから行こう。フェリーで食べたやつが、うん、ちょっと臭みあって、うん、唐揚げっていうのもあるし、マヨネーズもあるし、胡椒も入れるからかな、臭み全くない。次は牛タン塩焼きです。塩焼き、牛焼きが一番前ね、牛タンが。牛タンがいっぱい。ラム肉のベジタル、ちょっと確かに匂いもちゃうもんな、ラム。くじれた時間もラム、ラム。どっちか、さつまいも甘い。無事到着しました。全然そのさ、ボールフィーじゃない、君でも防水じゃないから、全然その前に。それはまた普通に。確かに靴の中は大丈夫。うん、大丈夫。一回パシャッと入ってきたけど、決めてくらいどうだった？そうですね。なんか防水やね。なんでずこどっちが出れる？手前奥。奥。奥ってことあるかしら。お疲れ様でした。明日に続く。本日とうとう最終日になりました。撮影に行きたいなと思います。微妙。34歳のさ、すっごい疲れてるから。